UFC63 の前日計量を終え、ペンと向かい合うヒューズ・マット・ヒューズは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、イリノイ州、ヒルズボロ出身、第3代、第5代 UFC 世界ウェルター級王者、UFC 殿堂入り、筋骨隆々の肉体から繰り出される、波外れたパワーを駆使した、テイクダウン、また強烈なグラウンドパウンドを武器に、 UFC 世界ウェルター級王座を2度獲得し、王座在位中には、パウンド4パウンド最強と称された。2000年代の UFC を代表する選手の一人で、史上最高のウェルター級選手の一人とされている。サイドポジションから自身の足と腕で相手の両腕を固定して、頭部にパウンドや肘打ちを放つマットヒューズポジションを得意としていた。 ヒルズボロ高校時代はレスリングで、イリノイ州王者に二度なり、オールアメリカンに選出された。イースタンイリノイ大学でもレスリングを続け、NCWA ディビジョン1で二度オールアメリカンに選ばれた。パッド・ミレティッチの指導を受け1998年に総合格闘技デビュー。1999年5月29日、初参戦となったシュートで、ゴーノ・アキヒロと対戦し、 判定勝ちを収めた。1999年9月24日、UFC 初参戦となった UFC22 でバレリー・グナトフと対戦し、判定勝ちを収めた。2000年12月にデニス・ホールマンに敗れてから、しばらくの間は UFC からのオファーが途絶えるが、日本のリングスなどで実績を重ねた。2001年11月2日、 UFC34 の UFC 世界ウェルター級タイトルマッチで王者のカーロス・ニュートンに挑戦。ニュートンに三角締めを極められたまま持ち上げた際に失神してしまうが、そのままニュートンをスラムでマットに落として失神させた。両者が失神する事態となったが、最低はヒューズの小勝ちとなり王座獲得に成功した。2002年3月22日には、 UFC36 の UFC 世界ウェルター級、タイトルマッチで挑戦者の桜井マッハ即人に TK を勝ちし、初防衛に成功。2002年7月13日、UFC38 の UFC 世界ウェルター級、タイトルマッチで挑戦者のカーロス・ニュートンと再戦し、王座の2度目の防衛に成功。2002年11月22日、 UFC40 の UFC 世界ウェルター級、タイトルマッチで挑戦者のギル・カスティーリョと対戦し、王座の3度目の防衛に成功。2003年4月25日、UFC42 の UFC 世界ウェルター級、タイトルマッチで挑戦者のショーン・シャークと対戦し、王座の4度目の防衛に成功。2003年11月21日、UFC45 の UFC 世界ウェルター級、 タイトルマッチで挑戦者のフランク・トリグと対戦し、王座の5度目の防衛に成功。2004年1月31日、UFC46 の UFC 世界ウェルター級、タイトルマッチで、ライト級から転校した挑戦者の BJ ペンに、チョークスリーパーで一本負けを喫し王座陥落した。2004年10月22日、UFC50 の UFC 世界ウェルター級王座、決定戦で、 ジョルジュ・サンピエールと対戦し、腕しに十字固めで一本勝ちを収め王座獲得に成功した。2005年4月16日、UFC52 の UFC 世界ウェルター級、タイトルマッチで挑戦者のフランク・トリグを大逆転劇で破り、王座の初防衛に成功した。2005年8月から11月にかけて放送された、リアリティ番組、 ザ・アルティメット・ファイターのシーズン2でリッチ、フランクリンと共に、それぞれのチームのコーチを務めた。2006年5月27日、UFC60 で、ホイス・グレーシーと175ポンド契約のキャッチウェイトで対戦し、バックマウントからのパウンドで TK を勝ち。この試合の PPV 件数は62万件を突破した。2006年9月23日、 UFC63 の UFC 世界ウェルター級、タイトルマッチで挑戦者の BJ ペンとのリベンジマッチを行い、TKO で勝ちを収め王座防衛に成功。ファイトオブザナイトを受賞した。2006年11月18日、UFC65 の UFC 世界ウェルター級、タイトルマッチで挑戦者のジョルジュ・サンピエールと再戦し、TKO 負けを喫し王座陥落した。 2007年9月から、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン6で、マットセラと共に、それぞれのチームのコーチを務めた。同年、自らのトレーニングチーム、HIT スクワットを立ち上げるため、長年在籍した、ミレティッチ・ MA を脱退した。2007年12月29日、UFC79 で、UFC 世界ウェルター級王者マットセラへの挑戦が予定されていたが、 セラの負傷により、同級暫定王座決定戦で、ジョルジュ・サンピエールと再戦し、腕しに十字固めで一本負けを喫し王座獲得に失敗した。2008年6月7日、UFC85 で、チアゴ・アウベスと対戦し、ニアールに飛び膝蹴りでダウンし、パウンドで TKO 負け。この試合は、アウベスの4ポンドの体重超過により、175ポンドの キャッチウェイトバウトとして行われた。2009年5月23日、UFC98 でマットセラと対戦し、3から0の判定勝ち。ファイトオブザナイトを受賞した。2010年4月10日、アブダビで開催された UFC112 では、ヘンゾ・グレーシーと対戦。3R にローキックで数度のダウンを奪い、試合終了間際には、 ジャブワンツーのコンビネーションでダウンさせ、TKO 価値を収めた。2010年8月7日、UFC117 で、ヒカルド・アルメーダと対戦し、変形アナコンダ・チョークで一本勝ち、サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2010年11月20日、UFC123 で、BJ ・ペンと対戦し、開始21秒右ストレートからのパウンドで小負けを、喫した。 ペンとのラバーマッチであったが、通算対戦戦績は1勝2敗となった。2011年9月24日、UFC135 で女子コスチェックと対戦し、パウンドで小負けを喫した。2013年1月24日に引退を表明し、ズッファの選手育成権管理部長に就任した。2017年6月16日、イリノイ州、レーモンドでトラックを運転中、 列車と接触事故を起こし頭部に重傷を負った。ありがとうございます。